ブリューロフによる海が、ポンペイ最後の飛行火火山灰の被害地区。火砕流による被害地域よりも、はるかに広い。79年のベスビオ噴火は、紀元79年8月24日13時頃に、現在のイタリアカンパニア州にあるベスビオ山で発生した爆発的な噴火である。噴火の種類は、プリニー式噴火であった。噴火は、大量の軽石、火山灰、 火災流、火災サージなどによって、当時のポンペイ氏を土石流でヘルクラネウムを埋没させた。ベスビオ山周辺の古代ローマ帝国の都市と、その住人は一日程で壊滅した。これまでに約1500人の遺体が発見されている。噴火による熱エネルギーは日本への原子爆弾投下で使用された原子爆弾のおよそ10万倍に相当すると言われている。特に火流は、 人間の体液を一瞬で蒸発させず骸骨を破裂させるほど強力な熱量を持っていた。当時のポンペイの温度は300度以上に達していたという研究もある。ベス病さんは歴史上幾度となく記録的な大噴火を繰り返してきたが、79年のこの噴火は特に著名である。ベス病さんはこの噴火以降、472年、1139年、 1631年にも大噴火を起こし、多数の犠牲者を出している。ありがとうございます。